どうも、空気です。どうも、トエです。そして、トエ君、今日はですね、スペシャルゲストが来ております。はい、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 コヨのアトリエから、コヨさんです。コヨさん見てますか、コヨのアトリエ。コヨのアトリエ見てないです。はっきり言っちゃうんだ。うん、まあ、やっぱ正直に言っちゃう、はい、これ、どういうチャンネルなんですか？僕のチャンネルはですね、はい、美大受験、芸大受験の子に向けたデッサンのハウツーだったりとか、はい、僕がこう、二次創作だったりとか、自分の作風の絵を投稿してたりっていうのが中心のチャンネルになってます。なるほど。まあ、現在芸大生ということなんで、はい、彫刻とか造形とか、そして絵もめっちゃうまいんですよ。そういうデッサンとかもあの YouTube 載せてるので、ぜひね、絵勉強したい方は参考にするといいと思うんですけども、はいはいはい、はい、でそんなね、絵が得意なコヨさんが今日持ち込み企画をいただきまして、持ち込み、はい、以前から僕友達なんですけども、はいはいはい、はい、でぜひね、これ出したいんです言われて、はい、企画聞いたらめっちゃおもろいやと思ってなんすか、例題見てもらったら早いかな。はい、まずですね、鬼滅の刃でルフィを描いたらこうなったをちょっとね、見てもらいます。どういうこと？ワンピースの主人公ってルフィじゃないですか。はい、ルフィがその鬼滅の刃のタッチだったらどうなるのってことなんですよ。ほう、後藤家先生風のイラストだったらどうなるか。柱のルフィってことですね。いや、柱か分かんないです。ゴム柱。ゴム柱、うん、大丈夫。ゴム柱大丈夫よ。どんな必殺技なんですか。え、それはゴムゴムのピストルよ。それは同じなの。あ、そう、そう、一緒みんなゴム柱にされたゴムの補給やからじゃあ、お願いします。お願いします。じゃあ、ゴムの呼吸いきます。はい、ダン。おお、なるほど。そういうことね。確かにゴムの呼吸味あるわ。呼吸味あるよね。いや、火の神神楽感ある。いや、なんかちゃんと長男だからって言ってそうな感じ。言ってそうルフィは実際長男じゃないですけど、そうよね、一応火の神神楽のね、本物のシーンをちょっと参考にしながら、まあ武装色の覇気で攻撃するシーンを描いてみました。確かになぁ、これレッドホークと合わさってる感じが良くない？思う。いや、すごい、うん、目が後藤家先生だよね。そうですね。なんか表情のこの多分角度というか感じとかよね、うん、だからすごいのは白黒のねイラストは結構見るんだけど、カラーでちゃんと寄せているって。確かに確かに、アウトラインとか、うん、その強弱みたいなのは割と特徴があるので、まあそういうところとかはまあ主にこう参考にしながらやってますね、うん、そうなんや、うん、まあ、例題なんで、もう一個書いてもらっていいですか。そうですね、このナルト風のルフィなんですよ。はい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 、岸本先生風で、まあ、ルフィをってことなんです。はいはいはい、はい、お願いします。こちらです。ダン。おお、いや、あの口な、確かに口やわ、うん、髪の感じも全然ちゃうな。やっぱりこの口はポイントですよね。このぐしゃっとこう笑った感じポイントにしていて、あとはこれは僕のエッセンス強めなんですけど、下からねこう空というかこう明日を向くというか、まあ外の設定なので、で海賊なので海にいるじゃないですか。だからこの海の反射をこう主にこう受けてるような感じで、この影側に青の色を少し入れて、なるほど、海にという感じで、とても中忍式が落ちてると思われへんか。ほんまにほんまに、コノハにいそうやもんな。いるか？いや、いるいる。だってこの感じさ、ナルトがさ、あのホカゲの衣装着てさ、こうやってる時と一緒じゃない？わかる？あれ、あの背景青になってさ、それこそ空の。あ、もうなに、もうホカゲになった。あ、そう、もうホカゲ。これ何カゲですか、ちなみにこれは。それはやっぱゴムカゲですよ。ゴムカゲってなんや、そのゴムカゲですけど、はい。まあ、5カゲを超えるゴムカゲですよ。あ、もうそれを超えていくの？そうそう、6カゲって言われてるから、今。あ、え？うん。はい、ということで例題でこれなので、はい、次からは別にルフィの縛りじゃないんですよ。あ、なるほど。ワンピースのキャラだったらこの作品だったらこうなるみたいな感じ書いてもらってるんで、はいはいはい、じゃあ1個目、はい、僕のヒーローアカデミア。ヒロアカ、はい、どのキャラでどういうシーンをチョイスしていくのかもちょっと楽しみです。いや、確かにな。じゃあお願いします、はい、これです。うわー、オールマイトの目になってるよ、フランキーがキャラのチョイスがいいね。なるほどね。パンツを持ってる。そうです。なるほど、なるほど、はい、仲間になってくるの時のパンツをこう持ってる時の。ああ、はい、はい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 。フランキーとこのオールマイトのシナジーの愛ってのが、うん、いや、もう半端ないじゃないですか。これもうフラマイトやもんな。フラマイト、うん、フラマイト。フラマイトどういう能力ですか。フラマイトの能力、個性教えるもんですか。それフラマイトの能力言うたらワン・フォー・フランキーイメージなものが炸裂してしまう。すべてはフランキーのためにみんな見てる今、大丈夫そこはひどかったね。ひどかったね、はいはいはい、個性ゴムよね、完全にこう、そうよね、ね、はい、
伸び縮みするみたいな感じよね。いやすごいな、うん、指定関係ではなさそうやけどね。ほんまや、だってこの師匠からゴムを受け継いだってことでしょこれ。そうだよね、なんならタイパンしか受け継いでなさそうやけどこのままやったら、うん、ほんまや。いやでもすごいなぁ、デクっぽいもんな。そうちょっとデクっぽいね。そう麦わら帽子と髪顔を隠したらデクっぽい。そうやな、髪型とかやっぱ傷とかポイントは絶対押さえなきゃいけないところであるし、あとですねやっぱりいっぱい書いていくとこう、うん、概念になってくるんですよ。概念、ほうほうほう、キャラが概念になって他の画風とかで書いてもなんかこれルフィだよねみたいな感じで、うん、作風のキャラ見えなくなっちゃうんで。なるほど、こっちだとねもうそう客観的にあんまり見れなくなってるぐらいの状態で。いやでも麦わら帽子の感じとか全然ちゃうもんな。そうだね、うん、次はですね、はい、サンデーもいっちゃっていいですか。サンデー、はい、続いてはメタテコナン。あー東洋君だったらどんなにします。もう真っ黒にする。黒ずくめの、黒ずくめ、俺が武装色やっていう。じゃあお願いします。はい、はい、こちらです。黒ずくめじゃなかった眠りのね、小五郎とゾロがかかってるのかな。そうですね、うん、ちょっと腹立つわこの顔アデリーとか言いそうな顔ですね。そうです、ね、どっちかというと光彦君の声やから。それ声はね超ネクタイ型変声期で、はい、そうですそうですそうです、はい、ゾロは寝るキャラってのやっぱあるじゃないですか、はいはいはい、でこれに声当てて一番なんか面白いなって思った時やっぱチョッパーかなというふうに思いまして、まあ、確かにな。そもそもなんですけど本当はルフィの子供の時と大人シャンクスやろうかなって思ってたんですよ。はいはいはい、友人に聞いた、んそれこっちじゃねみたいな感じで、うん、なるほど、はい、薬で小ささを維持してるみたいなとこあるもんな、うん、チョッパーも、うん、しかもこれサニー号の戦場だと思うけど、はい、誰が殺されないもんね戦場殺人事件。そう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 、あこれ犯人誰ですかね、まあ、これ犯人はですね、はい、ニコロビンと思わせといてのサンジなんですね。そうだろう、でも誰が殺されたのそもそも、おかえちょっとボケるなら最後までボケてくれる。ちょっとわかれ、誰が殺されたやろな、うかつなこと言われへんね。そうやな、これうかつな発言できんから難しいから、まあブルックちゃうか殺されたわほらこれあのこっち側も変えてほしいよね。そうで、こっち側見るとブルックがこうなってる主人公を引かれてるみたいな、ショーレイみたいな、うんうんうん、続いてもですね国民的アニメですよ、クレヨンしんちゃん。おこちらいきます。しんちゃん、はい、お願いします。こちらです。うわー、しんちゃんや、桃之助が、ほうミサエミサエ、そこ行くミサエやな、トキ様ですよね多分ね。そうですね、はいはいはい、正直これはもうキャラ崩壊してるかなっていう感じありますけど、でもこの中その桃之助のしんちゃんはロビンたちに抱きかかる。そうそう、わからなくはない。日和もちょっと嫌がっているという。日和可愛いな、はい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 、でも正直この湯船の中に入りきらないんじゃないかっていうタッパですけど、確かに確かに、なんか和の国がしんちゃんと親和性めっちゃあるわ。なんかそうやな、あっぱれ戦国大合戦のこんな感じやったもん。こんな感じやったしね、言ってた言ってた。あとこの湯気の感じとかこう時は風呂場の中でこうパーって出てくるので、まあ後ろからこう光が来てる感じとかも変化として作ってみたりとか、あとこう手前はやっぱり湯気があるので、こう薄くレイヤーにこう湯気のレイヤーとか。確かにな、湯気っぽいもんなですね。そういうのもちょっとこだわりながら。これは iPad が汚れてるわけじゃないんですね違うんですよ。違うんですね、すぐすぐ拭いたり拭いて、あ、拭きましょうか。ありがとうございます。あ、変わらない、すごいはい、4つ目いきます、はい、北斗の拳から、はい、どのキャラなのかな。 You are shock。 主題歌じゃないんですよ。あ、違いますか、はい、はいはい、キャラで、あ、キャラで、はい、ケンシロウですかね。ちなみに北斗の拳やったら何のキャラが一番好きなんですか。ジャキ。じゃあお願いします。はい、こちらです。うわ、えぐこれは天才、すごい、シーンチョイス天才ですすごい三大将のこの圧倒的感、はいはい、やっぱ欲しいじゃないですか。欲しい。目の下のクマ、これも僕の中であのサンバイザーと言わせていただいてるんですけど、はい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 、このサンバイザー表現をするとですね、こうあえてこの目を描かない、分かんないって結構怖いことじゃないですか、はい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 、だからその分からなさを怖さというかその強敵感につなげてですね、ここから助けに行くんですけど、立ち向かうルフィをね、これめっちゃ好きやな。赤いのがうぬわって言ってそうやな時は大海賊時代ですね。お、かろうじて知ってる知識。かろうじて知ってる知識一生懸命、はいはい、この場面はさ、だって有名なシーンというか場面だから、うん、ちょうど出てくるよ、コマっていうかなんか三大地の昔のそうですね、来るものがあるよね、状況が、ね、そうっすね。煙の表現とかもなんかおもらってるもんな。重いよ、
これはかなり時間かかったんで、もう本当24時間以上かかったので、すごいな、すごいな、色味とかも難しかったですね。確かに原作の原先生がやっぱり色味に、なんでここ紫使うのみたいな、そういうカラーチョイスが結構あってですね、そこがやっぱり今回苦戦したところですね。なるほど、確かにな、ルフィのズボンとか赤犬とかも赤って感じじゃないですもんね。そうですね、すごいな。あとまあ個人的によく決まったなって思うのはやっぱこの青木氏のこの顔、これは確かにな、超強者感出ました。強者感出てるね。髪の毛にもすげえ色を混ぜてね。そうですね、黄色とか紫とか。すごいな、これ筋肉やばいもんな、これ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 もう北斗、うん、そらそら、うん、ルフィもね、ガムガムのガザリングでわたた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 た言うだろ。言いそう、ぴったりすぎます。すごいな、お前はもう死んでいる言ってほしくないけど、ルフィはね、はい、だいぶ年取ってますね、それ、まあね。それで、荒木先生言っていいですか。あ、ジョジョの奇妙な冒険。では、ジョジョの奇妙な冒険、こちらです。もういい。なるほど、うん、これはジョジョ。ジョジョや、ね、そうですね。特にその何部あたりを意識されたんですか。4部、5部あたりのちょっと後期あたりの画面をちょっとイメージしました。さっき北斗があったので、ゴリゴリ感っていうのはまあ大体できたので、アート感がすごい。そうですね、やっぱりこう荒木先生のね、後期のこの作品ってもう芸術的じゃないですか。そうですね、そこ僕もね、かじるとかちょっとおこがましいですけども、やってみたいということでね、こうやってみました。すごいな、これさ、ウソップで来るとこがめっちゃおしゃれじゃない。いや、おしゃれ。トギキングもいるところが ねこのなんかコントラストのつき方めっちゃ荒木先生やな。ここのこの光ね、これすごい思う。目と唇がもうこれでもかってぐらいな。確かにな、これあの荒木先生の画風にしたからっていうのあると思うんですけど、うん、はい、ウソップって口めっちゃでかいじゃないですか、うん、そう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 。で、荒木先生の画風にしたらやばいことなるんじゃないみたいな感じで思ったら、口裂け男感がめっちゃ出ちゃうっていう。まあそれをどうにかね、こうかっこいい方向にまあ持っていったりしたんですけど。いやいい、そうっすね、多分ね、後ろのソギがスタンドっぽくていいじゃないですか。分かってくれた。まあもちろんもちろん、そういうことですよね、これは。そうですね、もうスタンドですよ。すげえな。次、個人的に今回一番楽しみにしてる、なんすか次。ルパン三世。ルパン三世。じゃあルパン三世、はい、お願いします。こちらです。おお、おいい、三時なんだね。ぽいな、ぽいよね、うん、おーじこじゃんっていう。そうやね、これはそうやな。このチョイスやな。だって狙撃だから次元やし、うん、そうそうそう、剣士やから五右衛門、うん、ゾロやもんな、うん、だって、うん、これのまあ僕のこだわりっていうのは、藤子ちゃんってこう超セクシーみたいな感じありますよね。ナミももちろんこうセクシーって感じあるじゃないですか、うん、そのちょっとエッチさをより引き立たせるために、うん、局部にこうキャラを置いてこうチラッチラッとこう、そうなんか見える感じ、隠されてるの胸が。そうですね、サンジのせいでね、うん、なるほど。ちゃんとね、僕の好きなあの2期のルパン赤ジャケがすごくいい、ね、はいはいはい、それいいね、と思うのと、ちゃんと五右衛門の白い服が緑のね、ゾロのカラーに合わさってるということで、はい、ルパンの画風なんでちょっとシックに、色もちょっと落としめでやってるのもちょっとこだわりですから、大人な感じ、はい、確かにな。いや、いいいいいや、いいっすね。次元のウソップめっちゃ似合ってるな、この角度ね。そう、角度ね、そしてこの、この角度ね、この顔の、うん、これいいわ。いいで、やっぱりね、このね、次元もこのサンバイザー作戦使っておりますので、はい、はいはいはい、はい、では、続いていきますよ。はい、続いては、次、多分、東映が一番楽しいんじゃん。はい、なんすか、タイジ風ザワ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 、こちらです。これいいね、これめっちゃうまい。うわ、完全にあの漫画でアニメのタッチね。そうですね、これはコリーダコロシアム、うん、もうこれでやってますわ。チンチロしてますか。もうチンチロしてますわ。もう綱渡らされますわ。よしですかね。おい、いい。最後奴隷が王を倒す瞬間ですわ、まさしく。あ、まさに、ね、まさに革命起こる感じ、はい、めっちゃいいよ。すげーな、ドフラミンゴの悪徳感いいわ、なんかやっぱトネがこのベラミって一番もうぴったりすぎて瞬間感でしょうね。ベロミ感じですからね、ほんとナレーション入りそうやな。入りそう、入りそう。主人公クズなん嫌だな。それ仕方ない、仕方ない、仕方ない。ルフィやったらもうこういう。いや、これいいっすね、いい、これめちゃくちゃいいな、めちゃくちゃいい、うん、うん、こんななかなか交わらない多分コラボでしょ。いや、そうですね、いいよね、ちゃんと顎とんがってるからほんと。確かに、まさに行幸みたいなね、展開もありますからね。何でやねん。
これは良かったよ。じゃあ続いていいですか。はい、はい、天下のドラゴンボールから。おお、鳥山明先生風ですね。じゃあお願いします。こちらです。はい、フュージョンしてるやん。そうです、フュージョンですね。ちょっとゾロとサンジのフュージョンって夢のような。これはすごいな。後ろにひっそりおるけども、お眉毛両方とも出ちゃってる。確かに、うん、原作でもね、このね、悟空とベジータってこう水と油みたいな関係で、うんうんうん、やっぱりなんやろって思った時、やっぱりゾロとサンジ。後ろのキャラ、名前つけるとしたら何ですかね。何ですか。そりゃやっぱりサンロでですね、やっぱりですね、うんうんうん、この髪の毛の表現とか、はい、このテカリ感とか鳥山先生ならではかなと思ったりとか、どっちもこうライバル視してる感じなので、二人ともこうイラッとしてる感じとか。なるほどな。はい、実際ね、悟空とベジータとかもそうやったもんね。そうですね、うん、フュージョンっていう発想がいいよね。いや、そうっすね。本当にこれはすごいいい構図で描けたなって思いますね。これすごいっすね。まあ、サンジはまだわかるけど、ゾロがそのポーズを取ると思われへんから、ね、確かにな。取ってほしいとこありますけどね、原作。ちょっと指とかずれて変な感じになりそうなの。あ、悪いみたいな感じでね。すげえデブになった。すげえデブとか、あと超ガリガリみたいな。ありえそう。確かに確かに。面白いな。どんな敵と戦わなきゃこんなことになるんだっていう。いや、そうっすよね。だってもう4校クラスでしょうね。ね、もうイム様とかも。あ、そんな例でしょ。イム王神ですね。え、うんうんうん、次行きましょうか。はい、続いて9個目、ちびまる子ちゃんでお願いします。はい、こちらです。うわ、似合ってないんだよな。体がちょっと友蔵きつくない。友蔵このテンションで、あの心の俳句言ってたとして、だいぶ貫禄ありますね、この心の俳句。あるある。まるちゃんがまるちゃんになってるね。そうです、まる子かぶりで行かせていただきました。思い出の中の、まあ、一コマというか、も込めて、ちょっと水彩画風なタッチでこう、周りを見て。確かに確かに。そうそうそう。で、やっぱりこの圧倒的友蔵のアンバランス感、うん、これちょっと前面に出したいということで、うん、こうかなり手前にこう、パースをね、引かせて書いております。まあ、それをどうにかね、合わせるのは難しかったかなと思う。うんうん。ヒゲもウキウキしてますもんね。もう、ちびまる子ちゃんの世界しか許されへんようなヒゲの動きやもんな。まるちゃんのデフォルメ感があるから、船の手すり低いの。落ちちゃうよ、これ。確かに。そのくせ樽めちゃくちゃでかいの。確かに、そこ来ちゃいましたか。はい、まあ、逆漫画っぽいから。そうですね。後ろのジョズとかビスタはやっぱ可愛いキャラでもこうでかく見せたいなっていうのがあったんで、うん、ちょっと手すりはちっちゃくしましたけど、はい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 、しかも僕は気づいてますよ、ちゃんと幼少期やるところに。ありがとうございます。これ大事ですよね。大事です、はい、やっぱ思い出感になる感じで、やっぱり黄色みかかってるような感じで、温かい感じっていうのもちょっと表現してみましたね。なるほど。本物のちびまる子ちゃんね、あんまり表現ないんですけど、ちょっと2色にして、うん、ほいほいほい、まるちゃんの高揚してる感じとか、こう楽しいっていう感じをちょっと出したかった。それはね、確かに確かに。じゃあ、いよいよ最後になってしまうんですけど、はい、最後何かな。じゃあ予想してじゃん。ポケモンですかね。アタラスとトーカラスの方やめてくれよ、ちょっと。あ、違いました。うん、仮面ライダーですかね。いやいや、急にアニメじゃなくなったけど大丈夫ですか。いや、特撮、最後特撮なんですよね。ドラえもんでお願いします。ドラえもん。いや、こちらです。はい、来た。すごい、すごいすごいすごい。何を叶えてくれるの、こいつは。なんかできるの。静香ちゃんもいますね。三つ目族になってた。いや、そうですね。それで、のび太くん、これ、ワンピースにいない人ですけど。あ、どここれ、あれ、もうなんかワンピースにいない。いやいや、これマグカップの色がヒントやと思うね、これ。知らんキャラやな、これ。なんやろな、これ。トーヤさん。これ、トーヤ。どうやって似てるんだよな。いや、似てるんよ。のび太っぽいの、ほんまに。すぐ寝るしね。そうそう、やっぱ寝るのはね。このドラえもんさ、うん、ちょっとやってるよ。いやいや、やってへんよ。何言うんよ。いやいや、呆れてるよ。すぐ寝るね、みたいな。何の道具出すんこれ。そりゃなんか、卵とか大根おろしするやつとか。いやいや、かまぼこやったら魚のやつなんで、もう自分のやつを吸ってんのかな。よろしきみたいな。自分の皮膚すりおろして壊すのこれ。そうそうそりゃ静香ちゃんもこんな感じになるわ。あー、びっくり。どっちに引いてるんかみたいな。どっちにも引いてるやろ。ソファーも再現してくれて、はい、いや確かにやばいやろ、このナミュエモンの目やばい、これやばいよ。ナミュエルとドラえもん、やっぱり表情どこかに似てるんですよ。やっぱこのドラえもんのやつとナミュエルのこの、ね、青いしな、青いところとか。いや、だからホルムがね、近いですよね。蜂、はい、とかこの辺であるんでさ、ここにする場所ないから言っちゃう。出てきてるもんな、蜂が。そう、上に移動しちゃってるみたいな。首ないですからね。腰低くなったな、ナミュエル。サダレさん低いのに。体どうなってんのこれ。ほんまにこれでよくこんな服着れるよ。確かに。
当時無理やりだったんで、もう座布団で隠れているという、はいはいはい、下半身切られたから荒っぽさありますけど。はい、はい、ということで、いやすごびっくりした。以上ですね。ヒロアカ、コナン、しんちゃん、北斗の拳、ジョジョ、ルパン、カイチ、ドラゴンボール、チーマーコちゃん、ドラえもん、さあ皆さんどれが良かったですか？ここでですね、東野賞っていうのをちょっと決めようと思ってるんですけども、はい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 、まあ、どれも良かったと思うんですけど、どれが一番？そうですね、まあ、やっぱりね、まあ、悩むんですけど、やっぱそのまあ、かいドラえもんですね。もったいぶって言うことでした、今やっぱりざわざわざわってしたかな。あ、なるほど、今効果は入ってると思っちゃう、うん、東野賞に選ばれた可能性は何もないんですけど。あ、そうですね。ただこれでですね、ツイッターとの連動企画にしようと思っていまして、ツイッターでもこの配信を持ちまして、スタッフツイートからですねエントリーされたやつがあるので、それにいいねが多分一番ついたやつが、はい、視聴者の選ぶナンバーワンだということで、お、はい、投票していただこうかなと思ってますので、はい、ぜひ公式ツイッターを登録の上ご覧くださいませ。お願いします。はい、では本日のゲストはですね、小屋のアトリエから小屋さんでした。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。いや、俺10個とかで何個とか言うとったやん、うん、だから1枚だけ本物が入ってますとかいうドッキリかなと思っとったらさ、まさかのびっくり東映だったよっていう。1枚だけ本物入ってたよ。いや、そうだよ、ちょっとさ。いや、ありがとうございます。本当に素敵な絵を。そう、まあ、普段ね、考察ばっかやってもいいけど、やっぱワンピースとか漫画自体の絵が楽しいやつ。そうですね。こういうのね、もう見てて飽きないんでね。はい、また好評だったらね、第2弾やりたいと思いますんで、ぜひね、高評価、そしてね、ぜひチャンネル登録をしにってあげてくださいませ。アトリエ見ます。はい、はい、見てください、はい。ありがとうございました。さあ、はい、僕のチャンネルではですね、美大受験とか、あとはイラストだったりとか、絵を描く楽しさとか、立体を作る楽しさとかを伝えるようなチャンネルになってますんで、ぜひぜひ見ていただければと思います。ということで、また明日も見てくださいね。それでは、See you! Bye! 夢の中でさえ未来は見えないの、心地よいメロディー。